こんにちは、ニーズビー税理士法人名古屋支店の税理士森博忠です。今日は正月明けにやってほしい税務署直伝医療費控除のシンプル計算法として皆さんにお話をさせていただきたいと思います。私20年ほど前に2年間ほど愛知県の刈谷税務署というところでアルバイトをさせていただきました。繁忙期の間だけなんですけれど、その時に職員の皆さんから医療費控除はこうやって計算するといいですよというお話を伺いました。今日はその話を皆さんにさせていただきたいと思います。はい、では前準備のステップ1としては、1年間の医療費の領収書、薬局などの領収書を1年間貯めておいていただきたい。こういった領収書があったら、例えばこういった袋に1年間貯めておいていただくんですね。で、年末になってから整理するという方法を取っていただきます。で、生計を一つにする家族という言葉があります。生計を一つにされる方は医療費控除は一番所得の高い一人でやっていいですよということになっております。生計をいつにするっていう過程は一つの財布で生活している人のことを言っております。次に医療費の領収書を各人ごとに分けていきます。例えば一人の方にこういうふうに分けていって、それをその人ごとに分けていく、家族一人ごとに分けていくというふうに思っていただければ結構です。で、その次にこの各人ごとに分けたものを病院ごとにしていきます。病院ごとでこの人は A 病院、この病院1人何枚というふうに重ねていきます。で、重ねていって整理をしていくというのがステップ2になってまいります。で、この時予防接種であったり、例えば入院の差額ベッド代などは医療費には含まれません。ですので注意をしていただいて外していただければと思います。最後に前準備のステップ3としては、医療費の領収書の中に対象の年度になってないものがないかを確認していただきたいんです。例えば今回ですと令和4年の1月1日から令和4年の12月31日までの領収書を見ます。その時に令和3年のものが混じってたらそれは外していただきたかったり、令和5年のものが入ってたら外していっていただきたいと思います。ですので正月明けにやっていくのいただくのが一番都合がいいのは、令和5年の領収書がないということがありますので、それで年正月明けにやっていただくといいかな、病院に行く前にやっていただくといいかなというふうに思っております。で、それごとをホッチキス止めしていただければ前準備は終了になります。はい、では前準備が終わりましたので、次は後処理に入っていきたいと思います。各人ごと病院ごとに分けたものを一つずつホッチキスをしていきます。で、そのホッチキスしたものに集計を電卓でしていただいて、その集計を領収書の余白に書いていただきたいと思います。例えばこういったように書いていただければ結構です。で、全てのホッチキスごとに集計をしていただいたら、総合それを足していって総合計を出していただきたいと思います。その時総合計が10万円未満だった方は、所得の金額、例えば給与の収入があって、その給与所得という金額がありまして、所得の金額が200万円未満だった方は10万円未満でも医療費控除っていうのは受けれるんですが、所得が200万円を超えて見えるような方はもう10万円が足切りになってまいります。ですので、もう医療費の領収書を集めて合計してみて、10万円未満だった方で所得が200万円を超えて見えるような方は、もう医療費控除は今年は受けれないというふうに思っていただければ結構です。後処理のステップ3、最後は明細に名前を、ホッチキスごとに記載をしていただきたいと思います。これが〇〇年分の
医療費控除の明細書、内訳書というものになってまいります。こちらに住所、名前を書いていただいて、ホッチキスごとに何々クリニック、何々薬局、大学病院のようなものを書いていきます。病院、薬局などの支払い先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額で、これは最後まれなんですが、括弧4、支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険料などで補填される金額があった場合は、こちら括弧の欄に書いていただきたいと思います。例えば病院に入院されたり高額な医療費がかかった方で、高額医療費をもらわれたような方があったとします。50万円の高額医療費を払われて、例えば30万円高額医療費でもらったよ、帰ってくるよという場合は、この括弧に金額を記載していただければと思います。他、その帰ってきたもの以外のところは別に書かなくても結構だというふうに思っていただければ結構です。で、よく質問があるんですが、例えば12月に医療費を支払った、高額医療費の決定や保険金の決定が年を明けて1月や2月に振り込まれたよというような場合があるんですね。こういった時はその医療費に対応したものは括弧5の補填された金額に書かなければいけません。ですので、対応した医療費に対して対応した高額医療費であったり保険金であったりを必ず書いていただきたいと思います。年度をまたいで受け取っていたとしても、その金額は書いていただかなければいけないですよということで、覚えておいてください。この〇〇年分の医療費控除の明細書というのは、国税庁のホームページに Excel のファイルであったり PDF で載っております。Excel で書かれる方はそれをダウンロードして入力していただきたいと思いますし、手書きで書かれる方は PDF で印刷していただいて、そちらに手書きで記入していただければ結構だと思います。3番目として確定申告書作成コーナーというホームページがあります。そちらを見ていただいて、そちらに入力する e-tax として入力していくという方法もあります。こちらのホームページで入力していく場合は、総合計や計算を全部ホームページ上でやってくれますので、非常に便利だというふうに思っていただければ結構です。最後、まとめをさせていただきたいと思います。医療費控除は前準備、後処理に分けてシンプルにやっていただければと思います。前準備は資料を集め、後処理はホッチキスごとに記載していければそれで結構ですよというふうになっております。入力先はエクセル、手書き、確定申告書作成コーナーでやっていただければ結構です。医療費控除というのはそんなに大きく税金が返ってくるわけではありません。ただ医療費がたくさんかかって大変だったよという方に税金を返してあげようという趣旨でやっております。できましたらシンプルに明細を書いていっていただいて、時間をかけずに税金を還付していただければいいなというふうに思っております。以上が今日のお話になります。聞いていただいてありがとうございました。